GM チャンネル。それでは今回も鏡の中のプリンセスを我々4人でやっていきましょう。今回もご一緒するのは私ローズマリー大谷とペパーミント青木とジャスミン山田とラベンダー忍です。俺たち4人で恋のハーブパーティー決まったぜ。イエーもうハーブパンティーも板についてきました ね、うん、ただ皆様に一つね、うん、あの謝罪会見を行わないと。そうですね、うん、ジャスミンさんどのようなことが。あ、俺、はい、俺が謝ると俺が悪いみたいなことになっちゃうから。え、じゃあ俺が謝ると俺が悪くなるけど。まあそれは大丈夫です。大丈夫です。先週ですね、少し皆様の期待を裏切るようなことがありました。お、そのような極悪行為が。私たち動画の撮影をすっぽかし。悪いね。おかしい。確かに。まあね、今までね、毎週出してたんですけど、先週だけ出なかったと。うんうん、まあ毎週言うとまだ1ヶ月しかやってないんですけどね。まあ、ただまあうちの会社の違う部署のお姉さんから、あの出なかったんだけどって。見てたんだと思って。すごい悲しい。え、見てたんすか。でもうそれがね定番化されてるってことでね。まあね、まあありがたい。申し訳ないですけど。さあ、だ今回は今月はいや今週は。ちゃんとお届けするので、よかったですね、はい、行きましょう、はい、今回は共通ルートの続きでございますね、うん、はい、はい、一夜明け、私はこっそりと部屋を出る。国王はあの鏡が異世界へ行けるツールだって言ってた。まずはあの鏡を見つけ出すとしよう。何やら重厚な箱にしまわれていた手鏡の在りかを探るべく、私は廊下をキョロキョロしながら歩いていた。あれですね、抜け出そうって企んでるとこですね、うんうんうん、とその時、ユイ様、後ろから突然声をかけられピクリとなる。やば、振り返るとシミアンさんとその隣にはヴィンセントさんもいる。何かをお探しで。あ、いえ、何かあれば私に申し付けるようにとお伝えしていたはずですが。ですよね。それとも私に隠し事でも。シミアンさんの見透かしたような眼差しから私は思わず目をそらす。本日よりヴィンセントのレッスンを受けていただきますので、そのご連絡に上がろうと思っていたところです。さあお部屋に戻りますよ。はい。結局不審に思われただけで何の収穫もないまま部屋に連れ戻されてしまった。連れ戻されちゃったね、うん、残念。ではよろしくお願いします。ビンス。ビンス、ビンス、分かった、仲良し、うん、ビンス、ヴィンセントさんの相性、うん、この二人が仲いいなんてちょっと意外。シミアンさんが部屋から出るとヴィンセントさんの表情が一層キリリと引き締まる。またあのスパルタレッスンが始まるのか。昨日パーティーの前に1時間ほどマナーについて教えてもらったけれど、私の飲み込みの悪さにヴィンセントさんは終始呆れ顔だった。そらそうや。本日よりクリステン王国の文化や歴史について、また礼儀作法について毎日私がお教えいたします。ま、毎日。昨日サマルタ教を教えした際、あなたにはかなりの教育時間が必要だと分かりましたので、まずはレディのお辞儀作法から。お辞儀さん。ヴィンセントさんは事務的にそう告げると早速レッスンを始める。カーテシーについて改めて基本を。カーテシー、カーテシー、何それ、カーテン。カーテン。昨日下半身を動かさず頭だけを前方に垂れていましたが、あれはあなたの村の伝統か何かですか。お辞儀、お辞儀か。あ、なるほど。不格好なので二度としないでください。めっちゃ怒られてるよ。はい。日本でやるお辞儀はこの国では不格好か。カーテシーは女性の優雅な美しさ、上品さを表現できる素晴らしい挨拶法です。なんだろそれ。ヴィンセントさんから教わったカーテシーというのは女性がするお辞儀で、片足を後方内側に引き、もう片方の足を少しだけ曲げて低姿勢を取るというものだ。あー、あのスカートちょっと見たことある。うん、はいはい、バッサーってやつ、バッサーって、バッサー相当や。
本日はここまでといたしましょう。あ、終わった。こんなこともお出来にならないあなたがプリンセスだなんて信じられない。やべえな。疲労で膝がプルプルしだした私には優雅さも上品さも表現できそうにないと踏んだのか、ヴィンセントさんが深いため息をつき、レッスン終了を告げる。すみません。その素直な姿勢は100歩いえ1000歩譲ってまあいいとしましょう。すると入れ替わるようにシミアンさんが部屋に入ってきた。今後のユイ様の予定をお伝えいたします。明日以降も毎日ヴィンセントからのレッスンを受けていただきますが、明日に関してましては9時から12時までレッスン、昼食の後貴族の婦人会が16時まで、16時より外相が参りますので、ドレスやアクセサリーなど数十点ほどお選びいただき、夕食すげえ夕食の後はすっごいスケジュールかなりや、確かに途中から意識が遠のいてしまうほどぎっしりと予定が詰まっている様子。埋まってるよね。では本日は夕食までご自由にお過ごしください。出ていくなら今しかない。私はシミアンさんが退室するとすぐに椅子から立ち上がった。おついに脱走計画ね。え、逃げますよ、まあ、あんだけいっぱい予定あったら嫌やもん。シミアンさんの足しもししもしもネタシミアンさんの足音が去ったのを確認し、静かにドアを開け廊下に出る。角を曲がろうとしたところ、あ、誰かいるみたい。誰かいる。話し声が聞こえ、そっと覗いてみると貴族っぽい婦人たちが数人、扇子を口元に何やらひそひそと話している。お、うん、あ、貴婦人 A、 貴婦人 A、 さ、誰がこれ、うん。この7みんなの沈黙の瞳。 今視線は一箇所に集まってましたね。アイコンタクトですね。本当に青女の血を引いてるのかしら。可愛いね、うん、でしょ私のこと。あ、 B 来た。あ、 B もある。なんだか気品のかけらもないですね。絶対 C もある。C 来た。ルカ様から聞きましたけど、見張ってないと何をするかわからない女性だとか。C やべえな。C って大体それじゃない。C 大体おばあちゃん。あ、 A、 A や。まあ怖い。そうやったっけ。じゃあ忘れんのよ、これ。こんだけあると。そうだよね。こんな突然現れた人間のこと信じるなんて無理なはず。私にとってもここに居続けるなんて無理。やはりここから逃げ出そうと決意を固めた瞬間、ん？誰？夫人 D。 夫人 D。 夫人 D もしかして D じゃないじゃん。これなんか、まあ、男っぽいですよね。誰だろう。クールな男っぽい。点点点があるってことは？点点点があるってことは誰かな。騎士かジョセフ。ジョセフ？そんなこと言う？わかんないけど。決め打ちで誰か。で僕やっときましょう。お、ジョセフ、うん。あんたたちにさ、今の王子の気持ちがわかんの？誰や？カモン！おお。男性の声が聞こえてきて、廊下の角からそっと覗いてみるとジョセフさんだった。まあ今まで出てなかったからね。まあ確かに。確かに。うん。あ、ここでか。ここでか。まあ、続きいきましょう。はい。今までね、トータルでジョゼフのセリフ、でも4行ぐらいしかない。確かに。めっちゃ少ない。トータルで4行少なすぎでしょ。男性の声が聞こえてきて、廊下の角からそっと覗いてみると、ジョゼフさんだった。わかりもしない程度の鈍感なら、せめて、陰で何か言うのやめれば。あ。失礼しました。ミックスの声聞きたい。ミックスの声聞きたかった。求人たちは慌てて退散していった。気を起こしてくれた人がいるのはありがたいけど、私はもうここにはいられない。キビスを返し歩き出したその時、何してるのこんなところで。かっこいいな。バレた。あ、見つかっちゃった。ジョゼフさんが廊下の角から姿を現す。図書館でお勉強でも。こっちじゃなくてあっち。廊下の向こうを指さすと、ジョゼフさんはすっと体を翻して行こうとする。あのん、ありがとう。ああ。ジョゼフさんはボソッと言って去っていった。かっこよすぎやろ。意外やん、うん、意外。めっちゃかっこいいやん。意外と思ってくれてるんかな。うん。
あれ、ここってさっきも通った？方向も違う。鏡のありそうな場所を探して歩き続けているうち、方向感覚を完全に失ってしまう。鏡を見つけ出すなんて無茶だったかな。疲れと不安で弱気になったその時、ふと祖母がよく話して聞かせてくれたおとぎ話を思い出す。あ、それは昔、とある国の王女が森で動けなくなったところ、異世界の国の男の人に助けられ、その男の人と恋に落ちて異世界で幸せに暮らすことになるという話だった。あの話っておばあちゃんのことだったんだ。あ、そういうこと。自分の体験談をね、孫に。おじいちゃんと森で会ったってことは、森に何か手がかりがあるのかも。元の世界へ帰る糸口を探そうと、私は宮殿の出口を目指す。なるほど。なるほどね。え、外に出るってこと？そんな簡単に抜けられないでしょ。いや、ね、俺でも来てるぞ。いけそう。で、思ったより、あの、城の外がしょっぱい。ねえ、なんか、町まで遠い。遠い。だいぶある、ね。敷地がめっちゃ広いと、お城の。あー、なるほど。裏庭に出てしばらくすると、ようやく裏門が見えてきた。やっと出られる。心を弾ませながら門へ向かうも、ある人物が見えて、はたっと足を止める。誰や。あ、うん、裏門につけられた荷馬車から食材を運び込む使用人たちの中に、なぜかホークさんがいるのだ。ホーク。なんで、また。あ、ゆいちゃん。やば、見つかった。慌てて木陰に身を隠すも、ねえ、バレバレだけど。そう言って私の顔を覗き込んでくる。ここは笑ってごまかすしかないか。あはは。じゃあ俺完全に間違ったわ。笑ってごまかす、ごまかすってこと？そういうことか。えへへへ、何してるんですか？あれ貴婦人 A。 貴婦人貴婦人じゃん。違うだ。貴婦人 A だった。今、まあ、笑ってごまかしたと。あ、そういうパターンね。食材運んで。今ガチで間違えた。ほんまに？ほんまに？今本気で間違えた。今日ひどい。一緒に結構間違えますね。私ですね。私ですね。食材運んでるの重そうだったからさ。確かに使用人たちはいくつもの箱を次から次へと運び出している、うん、相当な量だもんね。とそこで私はピンとひらめいた。ん？あれだけの量を運べるってことは荷馬車の中結構なスペースがあるはず。おっと、じゃあこれ違う、普通か。じゃあ私はここで。その場を立ち去ろうとすると、不意にホークさんに手を握られる。マジか。おい、なんや。おい、お、大丈夫？めっちゃ真剣な顔だ。キリリと、うん、真剣な顔で言われドキリとするも、すぐにホークさんはふっと微笑む。大変だよね、急にこんなことになって。でも、昨日のパーティーで陛下がとても嬉しそうだった。あんな顔、初めて見たな。そうなんですか。この国の幸せをゆいちゃんが運んできてくれたんだね。ホークさんはそう言うと軽く手を振り去っていった。ホークさん、いい人だな。罪悪感で少し胸が痛む中、私は空になった荷馬車に忍び込むことに成功した。いけたね。おお、いけた。いけるんや。まさかの。いけるもんな。なんかジョゼフもホークもなんか徐々にいいキャラ感出してますよね、うんうん、どれくらい走っただろうか、荷馬車は町に入り停車する。魚車が馬の世話を始めた隙に、私は荷馬車から道路に降り立った。森はどの方向にあるんだろう。おぼつかない足取りで歩いていると、誰や、これは何、うん、女の人、松田、男か女か、誰ですか。誰、今のところ僕喋ってないですけどね。俺行きますか。まあ女の可能性はある。そう、うん、多分町娘とかそんなもんでしょ。町娘だって、おばあちゃんとかじゃないですか、これ。ご貴族の方か、お一人で何を？ジジイかな。ジジイ。完全にジジイ。完全ジジイ。え、ジジイ？あ、全然違う。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 ジジイだ。声をかけられ振り返ると、柄の悪そうな数人の男がニヤニヤと笑い、私を取り囲んでくる。しかも数人。数人。何人もいたんやね。やばい。ジジイでもなかったね。いや、まあでも比較的ジジイのプレイだと思う。私はとっさに駆け出し路地裏へ逃げ込んだ。なんで路地裏行くねん。ね。だが男たちは執拗に私を追いかけてくる。これどうします、白僕にあげたら。白僕あります。そんなダメス高く嬉しそうだな。
誰か助けて。心の中で叫んだ瞬間、誰かが私の手を取った。え、誰か来た。その相手とは、あれ、チンピラ B みたいなんで。あ、え、始まる。え、あ、こっから、の声が今こっから。え、どういうこと。こっから、た、多分相手を選ぶんじゃない、その助けてくれた相手を。で、ルートが決まるってことでしょ、多分。え、おー、ほんま、選択画面来ましたよ。いや、やっとついに来た。あ、そういうことか、うん、じゃ誰に助けてもらいますかっつって。はいはい、はい、でじゃあそのこの彼を選択ボタンを押して長老と押したら、多分長老が手を差し上げ長老。やべえ、そっから何が始まるんだ。何のロマンスも感じて長老いたらびっくりするわ。囲碁会。囲碁会。囲碁会。囲碁に行きましょう。囲碁ない。囲碁の世界。囲碁の世界観絶対ある。チェスやん。チェスでしょ、ほんとに。じゃあこれ次回、うん、ここを選ぶとこから始めましょうか。うん、そうですね。よし、じゃあ一旦今回は終了と。はい、はい、よし。今日1回だけ喋れた。俺1回喋れた、よかった。え、2回喋ってたじゃん、最後。2回も喋ったっけ。あ、喋ってへんか。うん、お前最後あれだけ、あれだけか。最後1回しか喋ってない、うん、山田マンが勘違いしてジジイだった。お前、皆さんのいろいろねコメントたくさんいただいてましたから、そのコメントと我々の誰に行きたいかっていう意思をこう混ぜ合わせて、次回この彼を選択ボタンを押したいと思います。はい、それでは私たちの GM チャンネルはほぼ毎日17時、あるいは17時、20時、22時とかね、いろいろ、あの17時を基本にいろいろ配信しておりますので、皆様ぜひチェックしていただければと思います。チャンネル登録まだの方もぜひしていただければと思います。はい、それでは本日はこれにて終了でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。分かりもしない程度の鈍感なら、せめて陰で何か言うのをやめれば。ルカ様から聞きましたけど。GM コイン。